おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ547です。はい、今回ご紹介するのはですね、4月末ということで、いつものね、末にセイントクロスマイス EX ご紹介ということで、ご紹介していきたいと思います。で、前回の末の方にもご紹介っていうか言ったような気もするんですけど、今回は、カニ座ですね。はい、カニ座のゴールドクロス、こちらの方をご紹介したいと思います。ということで、まず素体がこちら、はい、デスマスクです。で、3月の末の時には一応ゴッドクロスの方の、キャンサーですね、の方をご紹介しました。ということで、まず最初に出たのがまあこっちですね。これの丸みバージョンアップというかね、ゴッドクロスになったやつが前回というか3月末の方にご紹介しました。ということで、今回ご紹介するのはこちらの、オブジェ形態ですねの方をご紹介します。で、次回こちらの方に、このデスマスクですね、このデスマスクにそのオブジェ形態のやつをばらして装着という感じの2回で分けてですね、ご紹介したいと思います。ということで、まず今回使うですね、オブジェ形態のパーツ、それを、いつも通り一式全部ここに、全部並べたいと思います。はい、一式並べたのがこの状態となります。ここですね、こっからこっち側がオブジェのフレームになる部分です。で、こっからこっちが、クロスですね、パーツとなります。で、さらにここですね、この中央として左側、これが右腕のパーツ、右腕というか右側のパーツ、こっちが左側のパーツですね。ちょっと分かりにくいんですけど、そういう感じで並べてあります。で、さらにこのオブジェ形態ってもともともうちょっと組んであるんですけど、ちょっとバラしてるような状態でこんな形になっております。で、まずもともとこのでっかいこっちですね、ここにこれとこれとこれ、この辺が一式全部くっついてるんですけど、それをまずちょっとバラしてあります。はい、で、まずちょっと使わないんでこれちょっと避けちゃって、爪ですね、爪のこの辺もいらないんでちょっと一旦避けちゃいます。そして、まずこのね、本当の中央部分というかね、これですね、こちらの部分に、まずクロスをつけていくんですけど、まずね、腹ですね、ここのところの腹部パーツ、これですね、これを半分にペッと割りまして、こいつをここと裏側、ここにこうやってつけると。この辺はですね、今までご紹介してきたクロスとあんま変わらない感じ、こういう感じでつけます。そしてこの上半身ですね、上半身の部分にこれをつけますよと。で、中央外して正面からこうやって割れますと。そしてこれをこう入れてこう閉じると。はい、こういう感じです。そしてこの胸ですね、この前面のここの部分が一応2種類あって、この黄色っぽいこれね、模様のやつと、ここに置いてあるこの青いやつですね。この青い方がアニメ版かな、うん、こっちの青いやつがアニメ版です。こっちの黄色いやつが原作版で、ちなみにこちらのオブジェのフレームのところの下を見るとアニメ版の青になってます。なので、まあ取り付けとしては、まあこっちのね、さっきのやつに合わせるんだったら青をつけた方がいいじゃないかなと思います。なのでちょっと青をつけますね。はい、こんな感じ、これつけました。そしてさらにこの後ろですね、後ろの部分、そこまでカタカタしないんですけど、ちゃんとね、動かないようにプラス、見栄え重視っていうかね、そのために2パーツみたいな感じでこう取り付けますと。はい、これでボディがしっかり固定されました。そして次に、腰アーマーですね、ここのところにつけるやつがここに一式あります。はい、ここからまずね、サイドアーマーを取って、リアも取って、フロントも取ってしまいますと。はい、本当にこのリング状のこれだけです。で、こうしたらこの中央部分ね、ここの部分に、開き止め防止のパーツがあるんで、これを外して開いて、先ほど組み立てたこいつのところにこうつけますよと。そして閉じる。そして先ほど外した開き止め防止をここのところにつけてあげれば、はい、これで上半身というかね、上のここの部分は完成です。で、この状態でもここのところにね、ヘッドギア、これつけちゃってもいいんですけど、
最後にね、腕つけて、まあ、本体のこれとこう合体させたりして、全てが終わってからつけた方がいいと思います。というのもこれ自体がね、プラ製で結構先端とんがっててね、ちょっと破損する可能性があるんで、これは最後につけた方がいいと思います。はい、では一旦ですね、こちらができたら、これをちょっとね、置いておきたいところなんですけど、先に爪、これね、カニの爪ですね、これをつけたいと思います。はい、でこちらも、取り付けるんですけど、これね、大小あります。こっち大きい方、小さい方で、こちら大きい方が、左ですね、左です。まずここを取って、さらにここも取れます。このように分割したら、ハサミじゃないこう根元の方ね、こちらのところに二の腕アーマー左、これだ、二の腕アーマーの左、この左右の区別っていうのは、まあ毎度恒例の、これラインがこうちょっと2本見えるかな、この2本あるやつが左になってます。それと合うようにして、ここに8、こうしっかりね、こうぴったりこう合います。これができたら、ここにピタッとつけると、はい、バッチリバッチリつきましたね。してここの下の部分に腕ですね、腕の部分、こいつをここに、はい、こんな感じで、ちょっと外してますけど、ここの手の甲っていうかね、ここの部分もよいしょ、こうやってこういう形にしておきます。はい、でこれができたら、先ほど取り外したこの大きい爪、これをこうやって戻してあげれば、これで腕が完成です。で反対ですね、左手の方も同じ工程なので、さっさとやっちゃいたいと思います。はい、両方揃えたのがこういう状態です。こっちが右、こっちが左で、爪の大きさが異なってますよという感じです。一応これは、あとですね、最後の方にちょっと合体させたいと思いますんで、またこれちょっと放置で横置いておきますね。そして、最初の方に避けたこのでかいこのパーツですね、こちらのパーツから、ちょっと足をね、2本ほど取らなきゃダメなんですね。こことここ、この前2つと、その次のやつを2つ取ります。はい、で後ろのこの2本には特にあのクロスがついたりしないんで、これはこのまま残しておきます。はい、で、まあ、とりあえずこれができたらですね、先になくさないために、この中央のところになんかね、パーツがつきそうなやつがこうありますね。ここの部分に、手の甲のパーツですね、これをつけます。で一応内側の方に刻印で、上に L、 下に R となってます。であと手首のこちらの手の甲のパーツの方にも LR の刻印があるんで、非常に見えづらいんですけど、このね、ピン2本こう立ってますね、これのちょっと広いこっち側ですね、ここのところに LR が書いてあります。でそれと合うようにこうやって入れてあげると、ここに、まあ、収めておくことができますという感じです。でこれは今使わないで、またちょっと避けておきまして、先ほど外した足ですね、そちらの方にちょっとつけたいと思います。まずこれが一番大外の方ではなく、先に1個手前の方ですね、1個手前の方の足をつけたいと思います。でこれも同じですね、これも同じで、これが、こう爪がこうなってる、やつですね、これをこう見ててパーツ取ってったんで、こっちが左ですね、これなんで今左のやつを持ってます。なのでこれもここで外して、また先端も取れるね、先端も取れます。はい、でこれが取れたら、こっちのでっかい方とここの間に、左の太ももパーツ、これをこことここでギュッと入れてあげる。はい、これでぴったり入りましたね。そしてこの下の部分、ここの部分に、左のすねアーマーですね。でこれがね、今こう入れようとしてますけど、これじゃ入んないですよね。っていうのもここの部分に実はボコっていうね、段差がありまして、ここ逆にこっち側、ここへこんでますね。これが合うようにこうしっかり入るようになってますね。はい、でこれができたら、先端のところに爪をこうやって入れてあげると、これでぴったり完成です。でこれをつけた後に、左右分かんなくならないように、もうさっさとこれはつけちゃった方がいいと思います。こういう感じですね。でこっちの反対の足の方もやって、もうこっちにつけちゃいたいと思います。はい、こっちの足もできました。
そしたらまたちょっと避けといて、今度前の方ですね、前の方に外した方のこれ足、これをつけたいと思います。でまた左ですね、また左の方ちょっと準備したんで、まずここを外すと、はい、そして左の今度はふくらはぎの部分だね、ふくらはぎの部分のパーツを、これまた同じ形状合うんで、これでピタッとこれつけてあげる。はい、でここですね、この上のところにこのすねっていうかね、これがここピタッてこうはまります。今回のこれに関してはここつけてからこれ入れても問題ないかなと思います。でこれも同じくできたら入れちゃった方がいいかなと思います。はい、一応組んだら前足としてはこういう形、こういう形で4本並ぶ感じですね。はい、でまた同じですね、同じように、右前足ラストですね、1本、そちらの方をちょっとやりたいと思います。はい、これで足が全てついた状態となりました。これでそのままこうやってね、スッとこう4つ足でこうやってね、安定して立たせることができるという感じにまでいきました。そしたらですね、こちらと先ほど組み立てたボディの部分と両腕というかね、両爪を、全部組み合わせていきたいと思います。まずこれですね、ブロックの上の部分に爪をこれつけちゃいますよと。反対も同じですね。で反対も同じで、あ、形状ありですね。ここのピンのところにやっぱ突起があって、こっち逆にくぼみがあります。これが合うようにグイッと入れてあげると。そしたらこんな感じで、これができたら、まず先に入れちゃってもいいと思うんだよな。これをここの中にこうやって収めてしまって、これ入りましたね。入ったら、最初のうちにちょっと外れてたこのパーツ、これで最終的に蓋をしてあげる感じ。おお、はい、蓋しました。で今、見ていただいたっていうかね、ハプニングで飛びましたけど、これが今ね、見ていただくと分かるんですけど、これねクロス入ったここの、これ飛んでますね、この突起、これが今かぶしたこの上のね蓋に乗っかる感じなんですよね。だから上から今バチンって入れた時に両足この2本だけ飛びましたけど、実際やるときはこれ抜いといた方がいいかもしれないですね。説明書的にはこれの状態にしてからこれね、完全に組んだ状態で上からパチンって入れるような説明書の書き方になってますけど、やるならこの2本抜いた状態でつけてから入れると、両サイド。その方がね、いいかもしれない。はい。そしたら一応これで、はい、一応の大体のカニみたいな状態になりましたね。そしたら残りのパーツ、サイドアーマーとか外したやつですね。そちらをこれからつけていくんですが、一応フロントアーマー、ここにも置いてありますけど、フロントアーマーがやっぱりね、2種類。はい。この大きいこの黄色のやつ入ってるやつと、ちょっと小型な、この青いやつですね。先ほどの、ここのね、チェストプレートというかね、上半身につけたやつと同じで、青いのがアニメ版、黄色いのが、原作版ですね。なので、今回はアニメ版で統一してるんで、このアニメ版のやつを用意したいと思います。で、こちらを、まずこのボディの方の、ここですね、裏側のところにこれつけると。はい、そしてこういうふうに準備したら、こっちだ、ここにサイドアーマーの左右です。はい、これを右ですね、サイドアーマーの右をここにえいとつけます。そして反対、こちらの方もサイドアーマーをピッとつける、こんな感じ。そしてここですね、この一部へこんだところに、今度リアですね、リアアーマーの方をここに、プシッとつけて収めて、そしたらこうやって平らになる感じですね。はい、これができたらもうほぼほぼ完成ですね。そしたらあと肩アーマー2つ用意しまして、これもね内側とかに刻印があるはずなんですよ。あるね、ここのジョイント付け根のここら辺ね、ここの面のところに L って彫ってあります。なので左側なのでここにこうやってつける。そして反対側も同じ形で、はい、こんな感じでつけますと。そして、説明書の方ではもう結構序盤の方につけてるんですけど、ここのところにカニのね、カニの顔って言っていいのかな、
このパーツをここの部分にこうやってセッティングすると、はい、これで、はい、カニ座の、ゴールドクロス、これで完成となります。今ね、見ていただいてたら分かると思うんですが、そのアニメ版とかね、原作版って言ってるこのプレート、これが完全に余剰パーツになってます。他のね、なんだろう、あ、でもそうでもないんだな、何キャラかいるんですよ。原作版とアニメ版で違う、クロスの一部が違うってね、それもやっぱり余剰パーツでしたね。一番分かりやすいのが、アリエスムーとかアリエスシオンの、羊のね、あの肩からこう生えてる角、こういう感じで生えてる角が筋入ってるやつが原作、つるんとしてるのがアニメみたいなね、あるんですけど、それもやっぱり選択式ですね。なのでどっちか残っちゃうんですけど、今回のこのカニキャンサーのゴールドクロスだと、これぐらい中にこうやって、ね、収めれるような気もするんですけどね。ただこれは完全に余剰となってます。ものによってはちゃんとね、中にこう両方収めてて、特に余剰パーツなしでっていうのが結構あるんですけど、こうやってね、ちょっと余っちゃうのはちょっとね、残念かなという感じはありますね。はい。逆にゴッドクロスの時って、その原作再現とかね、ないんで、こういうようなね、選択用なパーツはなかったんですけど、今回ちょっとね、こういうのがあって、ちょっとね、残念だったかなと思います。はい。一応これで完成ですね。3月末の方にご紹介した、カニ座のゴッドクロス、キャンサーのゴッドクロスですね。そちらの方を見ていただくとわかるんですけど、こっちの方がね、やっぱこじんまりとしてますよね。前回のやつってもうド派手で、もうすっげえ、あの、ハサミでかいとかね、ありましたけど、今回は結構ね、こじんまりとちっちゃくなった感じですね。一応、久しぶりですけど、こうカメラでちょっと寄ってみよう。一応、こんな感じです。この状態だと、原作版なんだかアニメ版だかよくわかんないと思うんですけど、裏返したときね、裏返したときにこの青いラインが出てくると、あ、アニメ版なんだねと。ただ、オブジェ形態のときは必ずアニメ版ですね。実際こう裏返しして見えてるこのや、この青いやつね。ここのね。ここのね。ここの青いやつっていうのは、もともとのオブジェの方にあるやつ。下の方にあるこの、これね。このリアじゃない、フロントアーマーの方だけ選択肢になってますけど、それ以外の部分は基本的にアニメ版という形になってるんで、まあそんなに違いはないっていうかね、見えない感じですね。はい。なので、オブジェ組むときには絶対アニメ版になるって感じかな。だから先ほどからもチラ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 何回もやってますけど、上がアニメで下が原作ってね、そんなアンバランスな組み方は普通の人はあまりやらないと思うんで、まあ、どう組んでもまあアニメ版にはちょっとなっちゃうのかなという感じではあります。それと、こちら組んでるときにですね、そのヘッドギアっていうかね、ここの部分最後にしましょうって言ってたのも、この後ろつけたり、肩これつけたりとかね、あとこの底をつけたり、全体的にパーツつけたとしたときに、やっぱりどうしてもこの近辺触るんですよね。こうやって手でこうやって持ったりとか、裏から持ったりするときとかね、こうで力かかったりするときに、どうしてもやっぱこの辺触っちゃうんで、その知らないうちに指引っ掛けてて、ポキッとかね、パーツ入れたときに、滑って引っ掛かってポキッっていうね、可能性もなくはないと思うんで、可能だったらこれを最後の方にね、このヘッドギアのこれだけ最後の方にちょっとつけるようにした方がいいんじゃないかなと思いました。はい。一応こんな感じですね。こんな感じで、今回は、キャンサーのデスマスクの、キャンサーのゴールドクロスのオブジェ形態の方をご紹介していきました。はい。次回ですね。次回は、まずこちらの方全部バラして、デスマスクの方ですね。そちらの方に、取り付けていきたいと思います。はい。それではまた次回お会いいたしましょう。バイ。